こんばんは。おやすみラジオの佐藤真奈です。いやー、本当に寒いですね。なんか、ここ最近のオープニングトークはいつも寒くなってきたとかって話してるんですけど、本当に毎日毎日どんどん寒くなっていくので、びっくりして毎回言ってしまいます。もう秋っていうか、冬っていう感じだなぁと。私の中では、みかんを買ってくるようになったら冬だなぁって感じるんですけど、もうね、今年たくさんのみかんも買ったので、私の中では冬が始まりました。みかんって、段ボールで買うと絶対食べきれないんですよね。私だけですかね。なんかみかんってあるだけで割とみかんの役割を果たしているというか、こう食べたいなぁと思って段ボールで買うんですけど、あったらあったでそれで満足しちゃってあんまり手が伸びなかったりして、なのでね、今回はその教訓を生かして段ボールにいっぱい入ってるやつじゃなくて袋にいっぱい入っているみかんを買ってみました。今年は全部美味しくいただきたいなと、意識的に食べていきたいなと思ってます。はい、皆さんはもうみかんは食べましたか？アンケートによるとみかんまだ今年食べてないよっていう方の方が多くて、まだから何っていう感じなんですけれども、冬ですねと、そういうことです何ですかこのオープニングはこんな感じで今日もゆるっとおやすみラジオスタートです。では今日もリスナーさんからいただいたお便りに答えていきたいと思います。お便りは概要欄にある Google フォームから募集しております。では1つ目のお便り読んでいきます。ラジオネームターさんより、マナさんこんばんは。こんばんは。いつも睡眠のお供に聞かせていただいております。悩み事で、私はいろいろな人と仲良くなるのが得意で、それは人と関わることが好きで、人脈を広げることが楽しいと思っているからなのですが、自分が所属しているコミュニティの人とは悩み事を言うなど深い付き合いになることがなく、自分は浮いているのかなと感じてしまっているのですが、どうすればもっと深い付き合いができるのでしょうか。何かいいアドバイスがあればよろしくお願いします。長文失礼いたしました、とお便りいただきました。ダーさんありがとうございます。いろんな人と仲良くなるのが得意ってすごいですよね。人と関わることが好きですということで、私はターさんの爪の垢でも煎じて飲んだ方がいいかもしれないそれぐらい私と割と正反対というか、私はあんまり普段人と深く関わるタイプじゃないですし、みんなと仲良くなりたいっていうタイプじゃないので、あんまり参考になるかわからないんですけど、そのターさんの言っているコミュニティにもよるんじゃないかなっていうふうに思いました。他の人たち同士は悩み事とか共有してるけど、自分はそういう感じじゃないっていうことですかね。そうじゃなくて、そのコミュニティ自体があんまり悩み事とか深い話をする感じじゃなくて、ターさん的にはあれなんか違うなっていう感じなのか、でまたちょっと話が変わってくると思うんですけど、なんかあんまりその深い付き合いをするっていうところに焦点は出なくてもいいんじゃないかなって思いました。こう深い付き合いをするっていうのは結果であって目的ではないと思うんですよ。仲良くなったり信頼関係が築けた結果、深い付き合いをするようになるっていう感じで、
最初からこの人と親友になろうとか、この人の特別な存在になろうみたいにはならないと思うので、そんなに深い関係っていうのにこだわらなくても、今そのコミュニティの中でどうやったら楽しめるかなとか、どうやったらみんなともっと楽しめるかな、喜んでくれるかなとか、そういう感じでいたら、あとは時間が解決してくれる、時間が解決してくれるのかなって思いました。うん。それと、自分はなんか浮いてるのかもって感じているっていうことなんですけど、その浮いているっていうのは、私のイメージで言うと、深い話ができないから浮いているっていうより、こう、テンションみたいなのが違うと、ちょっと浮いて見えるのかなっていうふうに思ったので、もし、ターさんが、自分が浮いてるかも、それでなんか気まずいなーって思うのであれば、みんなのテンションみたいなのに合わせてみるっていうのも、一つの方法かなと思いました。みんなの話す内容とか、雰囲気とか、ペースとか、そういうのをちょっと意識して合わせてみたりすると、その場の感じっていうのがちょっと分かってくるんじゃないかなって。うん。あとは、何でもかんでも喋りすぎないっていうのも、一つの技というか、やり方かなと思いました。ターさんって多分喋るの好きな方かなと思ったんですね。いろんな人と仲良くなるのが得意とか、人脈作りが得意っていうことなんで、それだけでも私からしたらもうすごいじゃん、十分じゃんって思うんですけど、それだけじゃ物足りないというか、もう一歩上を目指すぞっていうのであれば、こう自分をすべて見せすぎないみたいなのも意識してみるといいんじゃないかなって。秘密な部分があると人って知りたくなるじゃないですか。だから隠れている部分があると、ああかなこうかなって想像したり考えたりして、その人のことを知りたくなったりとか、興味が出てくると思うんですよ。でそういうので、こうもっとターさんのこと知りたいなって思わせるっていうのもありかなって思いました。私はあんまり意識してるわけじゃないんですけど、元からたくさん喋るタイプじゃないですし、自分のこと話すのも得意じゃないので、あんまり自分の話ってしないんですよね。だからこそ、どんな人なんだろうって興味を持ってくれる人がいたりとか、どう考えてんだろう、何考えてるんだろうで興味を持ってくれる人がいるなって実際思うので、そういうちょっと秘密の部分だったりとか、みんなに見せない部分があったりしても、なんかね、また別の魅力なのかなって思いました。うん。でも本当、ターさんのみんなと話せるよ、仲良くなれるよ、人が好きだよっていうのは、すごくすごく、いい長所だと思うので、それにね、なんかちょっと、プラスミステリアスな要素を一つまみしてみると、あとは、時間に身を委ねてみてもいいんじゃないかなっていうふうに思いました。お便り、ありがとうございました。続いてのお便りです。ラジオネーム、ゆいちぃさんより。マナさん、こんばんは。こんばんは。以前、研究に手がつかず、どうすれば集中できるかといった内容で質問させていただいた大学4年生のものです。質問にお答えいただき、ありがとうございます。着々と勉強癖がつくように努力できています。今回は新たに、ラジオについての質問があります。実はマナさんのラジオを聞くようになってから、ラジオ配信者に興味が湧いてきて、自分もラジオ配信者をやろうかなと思い始めました。さらなる理由として、コロナ禍で他人と話す機会も減ったこともあり、
聞かれたことに対して答えるということが少し苦手になってきた感じがし、さらに来年の4月からは東京で IT エンジニアとして働くのですが、お客様とのやり取りだったり、プログラム作成におけるチームでの会話のやり取りが考えられるので、今のうちに聞かれたこと、質問されたことに対して答えるという練習をしたいと考えているからです。そこでもし、マナさんのおすすめがあれば教えていただきたいと思うのですが、ラジオ配信をするにあたっておすすめのサイトもしくはアプリはありますか？なるべくライブ配信型ではなく、YouTube のように動画を上げて、リスナーさんがいつでも聞ける状態を作りたいと考えております。文章がとても長くなってしまいましたが、実際にラジオ配信者として活躍されているマナさんから、ラジオ配信に対する意見やアドバイスなどなどお聞きできたら幸いです。よろしくお願いします。とお便りいただきました。ゆいてぃさん、ありがとうございます。大学4年生ってなるとまたこれから卒論がね大変になってくるかなと思いますが、頑張ってくださいね。もう私自分の卒論は忘れもしないですもん。クリスマスだったんですよ、卒論の提出日が。もうギリギリもギリギリでやってまして、最後寒い研究室で徹夜して卒論書いてたら風邪をひいてしまいまして、熱が出て冷えピタを張りながら、で市販の薬飲みながら、ほぼ泣きながら卒論を書いてました。なので卒論は計画的に大学4年生の皆さん頑張ってください。で、ゆいてぃさん、ラジオ配信者になりたいと、いいですね。おすすめのサイトまたはアプリありますかっていうことなんですけど、私はレックっていうアプリしか使ったことがないので、それしかわかんないんですけど、なんか結構アプリとか配信の媒体によっていろいろ合う合わないがあるかなっていうのはありますね。レックはどちらかというと配信者同士で仲良くなって一緒にコラボするっていうのが多い感じで、どちらかというと聞く人自体は少なくて、配信する人の方が多い。配信する人同士の交流っていう雰囲気がしました。今私全然レック更新できてないんですけど、こういう音声配信アプリっていうのは手軽なところがすごくいいなって思います。もうスマホ1台でアプリ内で録音して BGM 入れてジングル挟んで交換を入れてってできるので、ほんとスマホ一つでラジオが仕上がるんですよ。難しいことをねしなくてもいいので始めやすいなって思います。 YouTube に上げるってなると自分であれしてこれしてってやらなきゃいけないんで、慣れたらなんていうことはないんですけど、最初はこうラジオ完成させるっていうのも大変なところだと思うので、そのハードルが低くなるっていうのはね、アプリを使うメリットかなって思います。なのでまず初めにラジオやってみたいなっていうのであれば、そういうアプリ内で全部完結できるようなのをやってみるのもいいなって思いますし、たくさんの人に聞いてほしいっていうのであれば、やっぱり YouTube っていうのはプラットフォーム自体が大きいので、チャンスは YouTube の方が大きいのかなって感じがしますね。でも本当に相性だと思います。どのサイトとかアプリもいろんな特徴だったりいいところがあるので、自分が使いやすいなとか居心地がいいなって思う媒体を自分でいろいろ配信してみる中で見つけてみるのがいいんじゃないかなって思います。結構ね、いろんなアプリを複合的にというか、いろんなアプリで投稿している方もよく見かけます。スタンド FM で投稿しているものをレックでも投稿してますとか、同じものを
レックとスタンド FM とラジオトークととか、いろんなのに配信してますとかね。なので、こういろんなとこ使ってみて、自分が一番いいなーっていうのを見つけてみるのがいいんじゃないかなと思います。マナさん実は、ポッドキャストもあって、たまに過去の YouTube とかも上げたりしてるんですけど、なんか私いつも音声ファイルを WAV で保存して YouTube 動画にしてってしてるんですけど、WAV の方が音質がいいので、でも、ポッドキャストだと、なんか WAV だとデータが大きすぎるのか、上げられなくってそのまま。いちいちね、MP3 に変換しなきゃいけないっていうのが、私には手間で、本当にたまーに思い出した時に、ポッドキャストにも上げるとかってしてるんですけど、そういう自分にとって使いやすいな、使いにくいなっていうポイントがあるかなと思います。私もね、いろんな音声アプリでおやすみラジオを知ってもらう窓口を広げたいなーっていうふうに思って、ちょこちょこいろんなことを試しているんですけど、なんだかんだ YouTube が自分には一番合ってるのかなって思うので、私は YouTube でやっているっていう感じですね。 YouTube はね、コメントとか再生回数とか登録者数とかが目に見える形でわかるので、すごくね、モチベーションが保ちやすいです。ポッドキャストはね、本当に正直誰が見てるのか大体私のポッドキャスト一エピソード一動画400回ぐらいの再生なんですけど、今までポッドキャストからおやすみラジオ知りましたっていう人出会ったことないので、ポッドキャストのリスナーさん像っていうのがあんまり見えてないんですよ。なんでね、今回もしポッドキャストからおやすみラジオ知りましたっていう方がいたら教えてくださいポッドキャストもかなり大きな媒体なので、使い方次第だなっていうふうに思うので、本当に自分との相性だと思います。うん。YouTube はね、映像とかサムネとかでこう工夫できるのも楽しいポイントだなって思います。いろいろできることが増えてきて楽しいですね。皆さん、私のサムネの成長ぶりとか見てくださいよ最初のサムネ、なんで2年前なのにこんな12年前みたいな画質してるのっていう感じなんですけど、最初はその YouTube の規定のサムネのサイズに合わせるっていうことすらうまくできなかったんですよねで、 YouTube をする中でいろいろ学んで成長していったかなって思います。なので、こう最初からうまくやろうって思わずに、ちょっとずつちょっとずつこうしたらもっと良くなるかなって、その過程を楽しんでいくといいかなって思います。うん。技術的なこともそうですし、あとは話し方とか考え方とかもちょっとずつ変わってきたなーって思いますね。自分がポジティブシンキングになったのもこのラジオのおかげかなーと思って、こう途中から悩みに共感するとか、悩みっていうところにスポットを当てるんじゃなくて、そこからどうするかっていう自分なりの答えを出すようにしようって思うようになって、そしたら何事にも割と悩みのその先というか、辛いな、しんどいなってその感情だけで終わるんじゃなくて、どうしたらいいかな、こういうふうにできるかなって考えられるようになったのは、自分にとってすごくいい変化だったかなって思います。で、ユイティさんは聞かれたことに対して答える練習がしたいっていうことで、私もその最初は話せない自分のリハビリみたいな感じで始めたラジオだったんですけど、話すことと同時にたくさん考えるので、その考えるっ
っていうのをたくさんしたのがすごく良かったなって思います。まあでも最初はですね、お便り来ないと思うので、それは覚悟してください。私も最初の半年くらいはお便りいつも来なかったですからね。登録者が700人くらいになった時に、やっとラジオらしくリスナーさんのお便りをいくつも紹介しながら答えるっていう今のラジオスタイルになったかなっていう感じで、最初はお便りが来ないので、私が皆さんに恋愛相談をしますね、聞いてくれますかとかってラジオしてたんですよね。そんなにね、私偉そうに言えるほど数字を持ってたりするわけじゃないのであれなんですけど、ぜひいろいろ試してみて、それが無駄に思えてもなんだかんだユイティさんの力になってくるんじゃないかなって思います。ユイティさんのラジオ楽しみにしてますね。頑張ってください。続いてのお便りです。ラジオネームルイボスティーさんより、こんばんは。こんばんは。お悩み相談に来ました。最初は女性の方から LINE をしてくれていて、通話もしたんですけど、最近は女性の方から LINE が来なくなりました。自分のことが嫌いになったんですかね。ちなみに SNS で知り合ったので直接会ったことはないです。とお便りいただきました。ありがとうございます。嫌いになったっていうほどはないんじゃないかなって思いました。どのタイミングで来なくなったかっていうのによると思うんですけど、直接会ったこともないし、話した時とか LINE でよっぽど失礼なことをしてなければ、そんな嫌いになるとかっていうのはあんまりないと思うので、もし、その初めて通話をしてから相手の反応が鈍くなったなーっていうのだったら、ちょっと思ってた雰囲気と違ったなーとか、LINE してて楽しい人とそうじゃない人っていると思うんですけど、なんかそこが自分と合わなかったなーとか、嫌いになったっていうより、どっちかっていうと、こう思ってたのと違ったとか、なんか続けるメリットというか波長が合わなかったとかなのかなって思いました。人それぞれだと思うんですけど、 LINE って結構メリットというか、話す用事とか行為がないと続けるのって難しくないですか？どうでもいい人とどうでもいい LINE を続けるのって結構しんどいじゃないですか。なので、ルイボスティさんがもっとその女性と話したい、仲良くしたいっていうのであれば、自分からなんか話題だったりとか用事みたいなのを作るといいんじゃないかなって思いました。あと、なんだ、モテる男子は褒め上手だなって思いますね。前にお便りくださった方で、無理かなって思ってた女の子を褒めまくったらいい感じになってみたいな風に書いてくださった方いたんですけど、あ、この人絶対モテるだろうなと思って褒めまくってみてください。モテる男の子というか女の子もそうですよね。褒め上手はモテると思います。褒められて嫌な人っていないと思うので、こう落としたい人がいる人は意識的に、ここが素敵だね、ここがいいねっていうのを言葉にするといいと思います。で、褒めるっていうのも割と練習なので、普段からどん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 人のことを褒めていくと、褒めるのも上手になってくるし、恋愛以外の人間関係もいい感じになっていくんじゃないかなって思いました。
なのでルイボスティーさんも嫌われたかもってあんまり自信なくさずに、こう褒め褒めしながら積極的になんか話す用事とか作って連絡していきましょう。応援しています。あなたが嘘をつかなくても生きていけますようにと何回も何千回も願っているさよなら。お送りした曲はクリップさんの歌うアリューで夜の後でした。
ということで、おやすみラジオ、今日もお別れのお時間が近づいてまいりました。眠くなってきたでしょうか。ワイヤレスイヤホンのアンケート回答くださった方、ありがとうございました。もうワイヤレスイヤホン 80% の方が持ってるよっていうことで、すごいですよね。イヤホンが有線じゃなくなる時代が来るなんて。次何がワイヤレス、コードレスになるのかなって思いますね。あのワイヤレスもコードレスもあんま関係ないですけど、私の一番の願いはドライヤーがもっと楽になる日が来るといいなって、ずっとね、そのドライヤーの技術の進歩を待ち望んでますね。もうこれは全女子の願いだと思うんですけど、お風呂に入るのめんどくさいなーっていうのの9割は、お風呂が面倒じゃ、お風呂が面倒っていうことなんじゃなくって、その後髪の毛乾かしたりとかスキンケアするのに時間がかかるから、なんかそれを含めるとお風呂に入るのがめんどくさいなーってなるんですよね。私は髪が長いので乾かすのに20分くらいかかるんですよ。もうイヤホンがワイヤレスになる時代ですからね、もっとね、なんか手動で髪の毛を乾かすシステムじゃなくって、もっと画期的なドライヤーが出てきてもいいのになって思うんですけどね。あと10年後くらいにはなんかドライヤーも変わってたりするんですかね。でもあんまり遅すぎても私の髪も少なくなってくると思うので、もしね、あのパナソニックとかのリスナーさんいたら早めによろしくお願いします。話がそれてしまったんですけど、ワイヤレスイヤホン、皆さんがいろいろおすすめしてくださったので、ちょっとね、いろいろ調べてみて買いたいなぁと思います。すごいですね、やっぱりリスナーさんに聞くのが一番。いろいろ教えてくださってありがとうございます。同じくワイヤレスイヤホン欲しいなぁっていう方、今調べてるよっていう方はね、コメント欄ぜひ覗いてみてください。とても参考になると思います。もうすぐクリスマスだったりとかボーナスの時期も来ますから、それに向けて頑張って欲しいもの買ったり贅沢しましょうね。ということで、今日のおやすみラジオはここまでとなります。今日も最後まで聞いてくださりありがとうございました。ここまでの相手は佐藤真奈でした。今日もいい眠りにつけますように。おやすみなさい。